それはやがて、今から一月ほど前、そのゲームの名は SAO と名前が似ているだけではなく、かつて4000人もの犠牲者を出した。当然のように世間からは批判の声が上がるが、安全性を打ち出しているアミスフィアの使用と政府機関による運営、さらには開発協力としてセブンが名を連ねて、このゲームの真の目的は、その上でセブンの開発協力は世間の批判を払拭する。それでもあえて何も言わず協力したのは、新作発表の騒ぎが徐々に落ち着きを取り戻す。俺や SAO、 それはセブンと同じく俺たちにとって、そこで互いに気づいた思いを否定しないため、こうして俺たちはオリジンの Closed Beta が開始して2日目だとすると、昨日アインクラッドは現実性融合ネットワーク、その頭文字を取って、もちろん多少なりと影響を受けているだろうけど、それから送信者の C、 このメッセージを送っ、おーい、ようやく気がついた。ああ、フィリアたち、さっきから声をかけていたんだけど。難しい顔していたけど、どうしたの？悪い、ちょっと考え、それよりも今日は3人、昨日はどうしても外せない用事があったのよ。仕方ないさ、逆に昨日はいたけど。シノ、もともとは SAO のプレイヤーでは精神的な治療を行っていたという話は聞いているが、物おじしない性格で冷静な判断に助け、僕も昨日は病院の、今日は来ても大丈夫だった。バッチリ、思い切り遊んでもいいって。よかったじゃないか。勇気、ALO では抜群の、彼女の強さは長期間のフルダイブが関係しているが、その理由は、幸いなことにアスナや俺たちと出会ってからは容態、やることが多いなんて楽しみだよ。にしても本当に SAO そっくりだ。懐かしいだろ。けど、へえ、それはた、フィリア、 SAO のプレイヤーだった彼女とは、本来はプレイヤーが入れない秘匿エリア、そこに囚われ、当初は警戒心をあらわにしていた彼女も、今ではこうして、な、ここが SAO でも最初に来る街なのよね。シノンが SAO に来た時はリーファと同じくデイモン76層より、自分があのデスゲームにログインし、ダイブしちゃったのは完全に、それこ、む、じゃあお互い出会えてよかった。私はやっぱりこの街はちょっと怖いかな。俺たち SAO 生還者、サバイバーにとっては、けどここはあのゲームじゃない。その、そっか、うん、せっかくセブンちゃんが招待してくれたんだから。僕は SAO の街並みを見たことがなかったから、やっぱ ALO とは雰囲気が違うね。悪くないだろ、こっちの感じも。うん、見て回るだけで、私もどこ、それならまずは街の中を見物しよう。それは助かる、やったね。じゃあ私たちは街を回ってくるね。オッケー。あと、そうだ、あ、そうだね、ちょっとおかしいでしょ。よし、みんな登録か。はあ、なんで先に行くの、案内に、行ってらっしゃい。そうね、行ってくるわ。よし、俺も。
鉄球。ここにはあまりいい印象が。この場所はゲーム中にプレイヤーの HP が尽きた時死に戻りする場所。そしてでも結局デスゲームと化した S。 くそー、いや回復しなくてもいけ。リベンジしに行こうぜ。おう、心配することなんてない。さてと。あ、ごめん、後ろに人がいるって気がつかなくて。君は間違いない。あのメッセージが送られてくるちょ、俺のことを追ってきたのか。それとぼーっとしてました。あ、いや、こっちこそ気づかなくて。前にもここで会った。話かとなるとナビゲーション用の NPC。 普通に考えればクエスト NPC。 なあ君、何か欲しいもの。違うか。あ、発生した。発生とは？いや、こっちのこと。目的地までの連れ歩きクエストってことみたいだな。よし、それじゃあ君の行きたい場所に案内するよ。わかりました。お、パーティーに入った。あれ、名前が空白だ。クエストをクリアしたら判明するとか。どうかしましたか？ああ、ごめん。それじゃあ行こうか。